ディオフィールドと呼ばれる島がある。この島は神の住まう島として恐れられ、長らく平和を享受していた。だが、逃れられぬ混乱と変革の影がゆっくりと忍び寄ってきていた。レスター領に投入していた第四王子レヴァンティアは、深夜に何者かの襲撃を受けた。そこに駆けつけた友人のフレドレット、従者のアンドリアズにかばわれ、なんとか館を脱出する。しかし待ち伏せに遭い、レヴァンティアは強靭に倒れてしまう。あとは頼むと言い残し、息を引き取った。力なく垂れ下がるレヴァンティアの手には、次期国王の証、聖痕が刻まれていた。命の断り。うまくいったね。ひとまず要人の安否を確認するぞ。馬車へ向かう。怪我はありませんか？あなたたちは。ひとまずは傭兵とだけお伝えします。傭兵では、この場をお任せしても、報酬はもちろんお渡しします。それと、もしもの時はこれを使ってください。試作段階のものですが、役に立つはずです。お任せください。それでは。なんだお前ら、そいつをこっちに渡せ。
予定通りだね。リアズ、この後の段取りは覚えてる？ああ、大丈夫だ。問題なさそうだな。では、行くぞ。対象撃破。しくじったのかあいつら。どこのどいつか知らねえが、邪魔するなら容赦しない。さっきより敵の数が多いね。どうする？技を使って優位に立ち回るぞ。リアズ、いけそうか？問題ない。いつでも行ける。よし、もう一踏ん張りだ。行こうか。コーポレーター。了解。了解。行こうか。このままでは。ヒーロー。
すぎだ。ねえ、さっきもらった玉が光ってるよ。使用できるということか。政府の試作品か。お手並み拝見だな。速やかに向かう。助かりました。あなたたちは？私の名はフレドレッド・レスター。こっちはアンドリアズ・ロンダーソン。そしてもう一人がアイゼリア・ウィガンです。我々はウィガン家に身を寄せているものです。私はロレイン・ルクシオ。あなたたち元老院の一席によるウィリアム・ヘンデ様をご存知でしょう。私は主であるヘンデ公の命により傭兵団を創立するように動いています。あなたたちの腕前は拝見させていただきました。興味があれば名乗りを上げてみませんか？三人の名前で訪ねてくるなら通すようにと伝えておきましょう。元老院大臣の施設傭兵団。リアズ、予定通りだな。ああ、早速準備を始めよう。セントラルで傭兵を生業としていたアンドリアズたちは、王政府高官ロレイン・ルクシオを救い出したことにより、ウィリアム・ヘンデ公爵が創立するという施設傭兵団に入団することになった。傭兵団の団長はウズリム・ヨルデンという中流貴族の元騎士だという。3人はウズリム・ヨルデンと顔合わせをするため、傭兵団の拠点となる場所へと向かった。ここか。見てよ、何か映し出されてるよ。公爵は異国の文化にも精通している。これも独自の経路で輸入したものだろう。なるほど、他の傭兵団とは随分違うな。悪くない。改めまして、団の事務方を務めるロレインです。こちらが団長ウズリム様です。ウズリム・ヨルデンだ。この傭兵団を任されている。今日から配属される者たちだな。はい、フレドレッド・レスターです。アンドリアズ・ロンダーソンです。アイゼレア・ウィガンと申します。ウィガン？あの希代の傭兵に子供がいたとは。まあよい、傭兵団の名を汚さぬように励めよう。はい。もはや私の口から言うまでもないが、この傭兵団はヘンデ公が私財を投じて組織している。他の傭兵たちと同様に民間からの依頼も受けるが、公爵から命が下った際はそれが何よりも優先される。では頼んだぞ。
よろしくお願いします。改めまして説明します。ゆえにでは期待しています。そういえば了解。さすがですね。なんだ。よし。そういえばさ、あ、それとさ、まあな、礼を言う。ほう。よし。とにかく だが、でも
僕だって。よし。ああ。よし。しかし、だからこそだ。力をためなくては。頼んだぞ。ああ。にしても、まさかここまでうまくいくとはな。リアズが近いうちに政府の高官を狙った強盗があるって情報を持ってきた時はびっくりしたよ。普段から耳が早いとは思っていたけど、どこでそんな情報を拾ってくるんだか。たまたまだ。だがこれは俺たちにとって大きな一歩だ。アイゼは己の力を証明するため、俺とリアズは国と民の平和のため、それぞれの野望を胸に剣を振るう。よし、三人で頑張ろうね。ああ。神話の時代が終焉を迎えた混迷の時代、戦乱にくすぶるローテイル大陸の片隅で、ある盗賊が国を起こした。名はトルベルト・シュビア、後に初代皇帝になる男である。シュビア帝国と戦勝するその国は、統制が取れた兵とモダンマジックと呼ばれる兵器を駆使し、瞬く間に大陸北西部を支配するまでに至った。帝国の勢いに危機感を持った大陸の各国はローテイル連合を結成するが、帝国の勢いに敗戦を重ね、領土を削り取られていった。大陸が帝国軍と連合軍の激しい戦火に見舞われる中、唯一その戦火の対岸にある国があった。大陸北西の近海に浮かぶ島、ディオフィールド。その島を統一するオルティナ王国である。しかし大陸の戦況は、連合国側に大国ヴェルマ連邦が参戦すると一気に膠着することになった。帝国連合ともに決定打を欠く中、モダンマジックに必要な資源であるジェイドを求める極地戦が激化する。ジェイドが地中に眠るとされるディオフィールド島を帝国連合の各国はにわかに注視し始めた。古獣オーガスに守られし国、オルティナ王国、そこがまさに戦地になろうとしていた。なあ、そうだな。やれやれ。やるね。
さすがですね、アンドリアス。よろしければいかがでしょう。おい、さすがですね。ウィリアム・ヘンデコを自らお達しになったもので、他の傭兵団と合同で行われます。セントラルとウエストフィールドの境にあるレギエ高地に救う大規模な山賊団の討伐です。この任務にはセントラル中のあまたの傭兵にも招集がかけられており、傭兵団もその大部隊に加わる段取りとなっています。以上だ。何か質問は？団長、大人数で山賊の拠点に向かうにはこの細い崖の道を進むしかありません。今晩この谷から裏手を回り、山賊の本体ではなく中枢を叩くのはいかがでしょうか。谷間を越えるのは少数でなければ難しいですが、山賊たちの居をつくことが可能でしょう。明日の夜明け、統合部隊が山を越えるまでに山賊の頭を始末しておけば、あとは残党狩りで済みます。招集に従ったふりをしつつ先に済ませてしまうということか。はい、別動隊は私とフレダ、それとアイゼレアの3人で足ります。招集にもある程度応じておかなければ格好がつきませんし、団長たちはそちらに行くべきかと。私がある意味陽動役ということか。まあそれも悪くはない。ですが本来なら転生役に車種が一人欲しいところです。総統部隊には自由騎士イスカリオンが参加すると聞きました。凄腕の弓の使い手だとか。あの自称騎士か。お前たちが動いている間、私が本陣で奴を勧誘しておこう。お願いします。では我々は早速レギエ高地に向かいます。それにしてもその山賊たち、どうして今さら崖の民を襲おうとしてるんだろう。少数民族の宝でもあるのか、それとも同じ高地に住む者同士縄張り争いでも始めたか。どちらにしろ当人たちに聞いてみるしかないか。まあ口を割ってくれればの話だが。うん、おっと、そういやそろそろ山の下の方で本体が統合部隊と合流している頃か。そうだと思うよ。夜明けを待って山狩りを開始するって言ってたから。よし、こちらも急ごう。ん、誰だ。おや、君たちは山賊ではなさそうだけど、傭兵かな。それはこちらのセリフだ。お前は。僕ならはイスカリオン・コルチェスだ。この人がイスカリオン。もしかしてウズリム団長が早速口説いて僕たちによこしてくれたのかな。いや、さすがに早すぎる。あんな大部隊で賊の討伐を行っていたら大きな騒乱となる。助けるべき崖の民にも犠牲が出るかもしれない。加えて集まった連中は皆身勝手な傭兵ばかり。己の手柄だけを考えている奴らと連携するのは無理だろう。この大規模掃討作戦にはいくつも無駄がある。だからこそ組織の頭を野衆で潰そうと考えたわけさ。
一人でやるつもりだったの？静かに狙撃するには一人の方が都合がいいのさ。この場合は共闘した方が賢明じゃないか？そうかもしれないね。君たちは利益優先の傭兵たちとは少し違うようだ。興味が湧いた。一時的ではあるけれど、加勢しよう。そうか、それは助かる。共に行こう。イスカリオン、早速実力を見せてもらうぞ。もちろんさ。あと、僕のことはいつかでいい。手はず通り、敵は大部隊の方に注視していて、こちらの警戒は手薄になっているようだ。ならば、僕の弓で奇襲を仕掛けるのが良さそうだね。敵に気づかれても、僕が後ろから援護するよ。心強い。では、行こうか。ちょっと待って、あそこの橋。どうやら侵入されないように上げられているようだな。しかし、すぐ近くを見てみろ。あれは敵の拠点、エンシェントタレット？あれを占領することができれば、橋も下ろせるだろう。まずはあそこを攻め落とすぞ。速やかに向かう。このまま突っ込む。了解。
了解。了解。よし、もらっておこっと。行こうか。心得た。速やかに向かう。了解。まだまだ。対象を撃破。速やかに向かう。了解。行こうか。心得た。選挙が完了したみたいだ。てめえら何者だ。奴が山賊の頭目のようだ。こいつを倒せば本陣の統制は取れなくなるはず。ああ、夜明け前には決着をつけるぞ。対象撃破。了解。了解。ヒール。速やかに。対象撃破。
まま突っ込む。ネグロ隊撃破。行こうか。あんな盗賊の言うことなんか聞くんじゃなかった。よくやった。敵の狩猟を撃ったことで山賊団は瓦解した。はい。ところで団長、山賊たちは何者かの扇動によって崖の民を襲う算段だったようです。うん。騎士たちも何やら調査しているらしい。団長、騎士団の方がお呼びです。そうか、わかった。お前たちは今日はもう休むといい。では俺たちも帰って寝ると。ん、いいすか。やあ、お疲れ様。昨夜は助かった。お前がいなければ任務達成は難しかったかもしれない。お前のような腕の立つ騎兵がいると助かるのだが、傭兵団に参加する気はないか。ありがとう。昨夜言ったように僕は自由騎士。これまで僕の思うまま一人で戦ってきた。だけど今回のことで一人では限界があると感じたよ。誰かが近くにいてくれたら救いの手をもっと多くの人々に差し伸べられるかもしれない。いつか一つだけ断っておく。この組織の長は俺たちではなく、いわゆる貴族の騎士だ。知っているさ。ウズリムヨルデンだろ。君たちうまく立ち回っているようだね。ああ、なんとかやっているさ。ではイスカ、傭兵団に来てくれるんだな。ああ、入るよ。これからよろしく頼む。こちらこそよろしく。傭兵団はゴルフレン山賊団討伐を達成するとともに、イスカリオン・コルチェスターを仲間に加えた。イスカリオンは貴族の家を飛び出し、自由騎士を自称して戦ってきたという。そもそも騎士とは領土を封ぜられ、領民から税を徴収し、一部を国税として王政府へと納金する領主のことだが、税をごまかして私腹を肥やす貴族が島の南方サウスフィールドに多く存在した。島外の他国と唯一貿易を行う港町を中心として、さまざまな文化の交流が行われる島内でも異質な区画。文化、娯楽、物流の繁栄という明るい側面とは裏腹に、違法な取引や犯罪まがいの行為が日常的に行われる。玉石混交、一種の魔窟のような場所であった。ことだ。はあ、何なんだ。まあ、くそ。違うって。はあ
お。これは？実はね。つまり。ねえ。ああ。
ごいな。そういえばさ、それとさ、みなぎってくるよ。やるな。頼んだぞ。なるほどね。いかがでしょう。ああ、承知しました。それよりおい、今回の任務は上級貴族レディッチ家からの救援依頼です。古くからの名家であり、サウスフィールドを代表する上級貴族レディッチ家は今窮地に立たされています。これまでレディッチ家の傘下にあったドッグランズ商会が反旗を翻し抗争状態になっているとのことです。雇い主である貴族に逆らうとは。貴族への救援か。気が進まないが、犯罪は取り締まらなければね。レディッチ家は王政府が懇意にしている由緒ある貴族、あの一帯の商業を下支えもしている。ヘンデ公はそのレディッチ家に貸しを作りたい、そういう話でしょう。そういうことだ。まずはレディッチ家の屋敷一帯の調査を行う。屋敷へは依頼人のワルターキン・レディッチ様に案内していただけることになっています。ワルターキン様、どうぞお入りください。皆様はじめまして、ワルターキン・レディッチと申します。私は慌ててサウスフィールドから逃げてきた身、当家の館にご案内することしかできませんが、お力を貸していただければと存じます。こちらも仕事だ。
頼まれなくてもやるさ。紹介を始め、サウスの奴らはならず者と変わらん。蹴散らして王政の意向に従わせる絶好の機会だ。なるほど、状況を理解しました。では早速出陣の準備をお願いします。お前たちはドッグランズ商会の者か。ザカライア、長年お父様の世話になっておきながら裏切るなんて、恥を知りなさい。これはこれは、レディッチ家のお嬢様、新しい用心棒を連れてきたのか。お前たち、おとなしく事情を話すなら今回は見逃してやる。命は惜しいだ。だと？なめるんじゃねえ。てめえら、仕事だ！この辺一帯は俺たちが仕切ったんだ。政府の犬の出る幕はねえ。聞く耳持たずか。やむをえん。ここに防衛線を張ることにする。バリケードで敵の攻撃をある程度しのげるが、長くは持たないだろう。なるべく屋敷に近づかれる前に敵を殲滅するのが無難だね。多勢で攻め込んでくるはずだ。気を抜くなよ。疲れたか。だがその程度。任せてくれ。了解。速やかに行く。今行く。
せてくれ。速やかに。壊れちゃった。こぼれた。敵は少数だ。二手に分かれて攻めるぞ。奴ら、配置を分散してきたか。一方を片付けてからもう一方を叩くか、こちらも分散して応戦するか。やり方はお前に任せる。行くぞ。ポコレーター。了解。このまま突っ込む。衝撃。了解。わかったわ。速やかに向かう。まだまだ。ここれた。任せてくれ。今行く。了解。対衝撃。ドラ、回復してあげるわ。つまらないわね。部隊撃破。残りはザカライアと取り巻きぐらいかな。待て、様子がおかしい。スケルトンが急に出てきたぞ。転がっていた死体たちが動き出してドッグランズたちを襲っている。こちらにも来るぞ。了解。速やかに向かう。任せてくれ。わかった。まだまだ。ほら、回復してあげるわ。避け切れるかな。撃破した。部隊撃破。こちらは重傷。仕掛ける。まだまだ。対象撃破。了解。速やかに。勝機を逃すな。了解。速やかに対象撃破。了解。みんな、また出てきたよ。今行く。ドラ、回復してあげるわ。わかったわ。
避けきれるかな。部隊撃破。こちらは順調だ。心得た。撃破した。今行く。つまらないもの。勝機を逃すな。数が多すぎる。このままでは。だが死体もこれ以上ないはずだ。みんな持ちこたえてくれ。速やかに向かう。了解。ザカライアとかいう男の姿が見えないな。逃げられたか。スケルトン発生のどさくさに紛れられたようだ。捕らえて話を聞きたかったんだけどね。腕に磨きがかかってきたようだ。人気がないな。家の者たちはどこに。この屋敷は危険だと家族が逃がしてくれたのですが、その後のことは分かりません。一応屋敷を調べておこう。この様子では生存者がいるとは思えないが。やはり生存者はいないな。ドッグランズ商会と同様に襲われたのか。スケルトンの発生理由を突き止める必要があるな。発生理由？魔獣の一種ではないのか。こんな街中に突然湧き出るのは不自然だ。未知の生態があるのか、それとも人為的なものか。ワルター・キン・レディッチ、心当たりは？ありません。あなたの力は大したものでした。レディッチ家はエンシェント・ソーサリーに覚えのある家系なのですか？教会に在籍していた時に身につけました。家族にはこの力はありませんよ。聖教で身につけたね。えワルターキー、行くところがないなら俺たちの傭兵団に入らないか。リアズ、突然何を言うんだ。彼女は名門貴族の令嬢だぞ。お受けしますわ、アンドリアズ・ロンダーソン様。な、意外だね。傭兵団は上級貴族レディッチ家の生き残りであり、能力の高い魔術兵ワルターキンを仲間に迎える。上級貴族ゆえにワルターキンが傭兵団に馴染むのには時間がかかるかと思われたが、任務を遂行する上で瞬く間になくてはならない人材となった。レディッチ家はセントラルで領地を持つ貴族たちとも裏でつながっており、王政府内で最も権力のある元老院に近い名門だった。元老院とは
権力のある貴族の中から選ばれた10人の大臣によって組織された行政機関であり、王に助言することで国を支えている。そして各地の貴族たちはそれぞれ大臣に取り入り、自身を守る後ろ盾にすることが通例であった。サウスフィールドから帰った傭兵団にセントラル北部のビルタ村から依頼が入る。先ほど、実はですが、つまり、なるほどな。そうですね。これならよろしいのですか。説明します。ですが、ワルターキン、少しいいか。どうしたの、アンドリアス。次の任務なんだが、少しばかり込み入った事情があるようだ。込み入った事情？貴族特有の問題といえば察しがつくんじゃないか。あら、メンツか利権の問題？それとも両方？まあそんなところだ。早速お前の立場を利用するようで悪いんだが、相談に乗ってくれないか。例えば、なるほど、理解したわ。私、元老院にも知り合いが多いの。そこから少し手を回してみるわ。助かる。ほう。しかし、実は、どうだ。そうですね。よろしければ。ほう。ええ、いかがでしょう。説明します。ですが、
わかるよ。実はさ、どうだ？だが、頼んだよ。やれやれ。まさか、なんと、なるほど。いえいえ、どうでしょう。いや、どういうことだ。実は困ったものです。まったく。あれさえあれば。それで。さすがです。それがですね、だからこそ、いかがでしょう。了解。頼みましたぞ。
どうかな。ええ、何？いや、だがひとまず蹴散らすぞ。してあげるわ。次だ。対象撃。対象撃破。心得た。今行く。了解。了解。心得た。了解。
やってやる。わかったわ。了解。撃破した。了解。今行く。任せてくれ。壊れちゃった。陣形を組みなさい。錦魔法を使うわ。心得た。わかったわ。このまま突っ込む。了解。心得た。速やかに。避け切れるかな。ほら、回復してあげるわ。行くぞ。仕掛ける。速やかに向かう。次。了解。速やかに向かう。敵部隊了解。了解。心得た。制圧完了。楽に殺してあげる。今行く。してあげるわ。避け切れるかな。速やかに向かう。今行く。了解。任せてくれ。勝機を逃すな。まだ。速やかに向かう。了解。任せてくれ。この程度。このまま突っ込む。対象撃破。切れるかな。撃破した。部隊撃破。こちらは順調だ。少しはマシになったか。
よし。そうだね。よし。これなら。なあなあ。うん。実はさ。どうだ。だが、頼んだよ。うん。助かったよ。おい。そういえば。どうだ。なんと実に素晴らしい。とにかくありがとうございます。やりました。新たな研究成果です。実に素晴らしい。どうだ。ぜひご覧ください。頼みましたぞ。礼を言う。それにですね、はあ、どうでしょう。了解。それは助かります。それはさておき。また来てくださいね。なあなあ。いやはや、なんと。なあなあ。やるね。やれやれ。はあ、まあ、くそ。
どう？礼を言う。ああ。なあ。まさか。とにかく。わかりました。今回は気が乗らぬ任務だ。ウズリム団長、我ら傭兵団は表向きは民間からの依頼も請け負う施設の組織、それを隠れ蓑にすることでウィリアム様は騎士団とは異なり小回りの利く仕事を受けられるようにと。分かっている。いいからさっさと司祭を伝えよ。セントラル北部にあるビルタ村の者からの依頼です。村娘たちが見ず知らずの男たちに連れて行かれたと。村娘たちはフォーレス博の娼婦館にいるようなので助け出してほしいとのことでした。伯爵が娼婦候補を誘拐していることが明るみに出ればキンブル校の派閥にとって有識事態だな。加えてヘンデ校としては別派閥の資金源を潰せるという利点が大きいということだろう。だが貴族の領地に踏み込み捜査をするとなるとそれなりの口実が必要だ。近隣の民の証言など何の証拠にもならぬ、知らぬ存ぜぬととぼけられて終わりだ。策はあります。ワルターキン、頼む。懇意にしている方の紹介でキンブル校に善意の密告者としてお会いしてきました。何？そこでご挨拶の後こう切り出したのです。ホーレス博はお仕事が少々雑ですね。ヘンデ校に嗅ぎつけられたようですよと。そうしたらキンブル校は大変嘆かれてホーレス博討伐の依頼を出すとおっしゃいました。自派閥の貴族の討伐依頼を出しただと？他派閥のヘンデ校に荒探しされるよりは自分で始末をつけた、そういう形にしたいんだろう。こちらがキンブル校から預かったホーレス博討伐依頼書です。さあ口実ができましたよ。もう二の足を踏む必要はないのでは。ウズリム団長、好きにしろ。ホーレス領はここからさほど離れていません。馬を飛ばせば半日ほどで到着するかと。なら早く行こう。女性たちの身が心配だ。おい、ぼーっとしてていいのか？お前を討伐するための傭兵団がそろそろ到着するぞ。くなぜこんなことに。キンブル様、どうして。敵対派閥にでも嗅ぎつけられたんだろう。トカゲの尻尾切りってやつだな。うるさい。ハディ、お前にも迎撃を手伝ってもらうぞ。変に抵抗しない方がいいと思うがね。分かったよ、部下は貸してやる。向こうも必死なようね。で、
どうやって切り崩していくの？俺たちに気づくのが遅かったようだ。あれを見ろ。あれを使って土管。見た目によらず派手なこと考えるのね。俺はこの状況での最善手を一旦までだ。わかってる。さあ行きましょう。こうしたぞ。橋が降りたようだね。だけど敵も待ち構えているみたい。どうするの？細い一本道ならば複数の敵を相手にしなくて済む。むしろ好都合だ。わかってるじゃない。今行く。このまま突っ込む。敵部隊撃破。対象撃破。わかったわ。つまらないわね。今行く。切れるかな。速やかに敵部隊撃破。了解。行くぞ。速やかに。衝撃。このまま突っ込む。にえ怖い。勝機を逃すな。了解。了解。ほら、回復してあげるわ。ここは確保したぞ。囲まれたらひとたまりもないわよ。この状況、あなたならどうする？アンドリアス。弓兵や魔術兵は遠距離攻撃を得意とするが、近距離からなら崩しやすい。脆いところから崩し、包囲網に穴を開ける。いいと思うわ。私も賛成。了解。心得た。
避けきれるかな。無駄に撃破。こちらは順次撃破した。心得た。今了解。了解。心得た。分かったわ。了解。よし、もらっておこう。制圧完了。どうやらさっきので随分と手駒を使ったみたいだね。もう一息だ。何今の声。奴ら、あんなものまで。リアズ、どうする？知能は低い。俺たちなら十分やれる。亜人もろとも、一網打尽にするぞ。そう来なくちゃ。了解。心得た。了解。分かったわ。了解。今行く。了解。速やかに行く。任せてくれ。このまま突っ込む。了解。Thank you.
衝撃波。あの傭兵団は厄介な存在になりそうだ。早めに消えておいてもらいたいところだな。バルターキン、今回の根回しは助かった。そうだね、迅速にホーレス博を処断し、捕まっていた女性を助けることができたよ。あの程度でよければいくらでも。少しだけ面白かったしね。どうも底知れないな、彼女は。何か隠していたとしても、それは俺たちには関係ない。少なくとも今はな。アンドリアズ、君も底知れないよ。リアズがひねくれているのはいつものことだ、イスカリオン。だんだん慣れてきたよ。グランベル聖教、1000年以上前に大陸で生まれた原理教から分かれ、ディオフィールド島内で独自に広まった宗派である。基本の思想理念はネイサル神を唯一神として崇めること。王国民は全て神の子であり、祈りによって魂が満たされるという教えである。ヨシュア大司教は聖教での地位もありながら、貴族として元老院にも所属している人物で、聖教勢力が強いノーザンフィールドに広い領土があり、宗教、政治、両面で強い影響力を持っている。そのヨシュア大司教の派閥にはレディッチ家やウズリムのヨルデン家も属していた。アンドリアス、さすがですね。いかがでしょう。そうですね。なるほどな。しかし、よろしければ。リアズ、どうかした？俺だと分かったのか。大したものだな。リアズの気配がしたからね。これくらいどうってことないよ。でも
いろんな相手と戦っていると自分の力不足を痛感するよ。もっと強くならなくちゃ。お前が傭兵になりたいと言い出したあの時から随分経ったな。父さんが名を馳せた傭兵で、リアズとフレダの二人が父さんの元でどんどん実力をつけていくのを見せられたら、その道を進みたくなるに決まってるよ。ゾルアックは女性としての幸せを見つける道を望んでいたんじゃないのか。父さんがそんな柄じゃないのは分かってるでしょ。男とか女とか関係ない。僕は僕の力で道を切り開きたい。それだけだよ。そうか。大丈夫かな。いかがでしょう。了解。承知しました。チッ、面倒な。なあなあ、
速やかに向かう。外さない。了解。対象を撃破。撃破した。速やかに向かう。このまま突っ込む。ヒーロー壊対象を撃破。了解。了解。速やかに向かう。陣形を組みなさい。意識魔法を使うわ。心得た。了解。さすがですね。いや、そうなんですね。当然だ。承知しました。先ほど、いいですか？よし。実に興味深い。やあ。なんてことだ。ああ、それとね、どうかな。そうだな。
いや。よろしいのですか？よろしくお願いします。グランベル聖教が年初にディオフィールド各地へ巡礼と式典を行っているのはご存知かと思います。今回の任務ではその巡礼の旅に同行し、聖教の司祭たちを護衛することになります。巡礼地はセントラルよりも北方の地域、ノーザンフィールドのフォンブル地帯。至る経路は荒れ地や断崖が多く、山賊や魔獣などもはびこる土地と聞きます。巡礼には要主は大司教も参加されるので、特に彼の身辺に気を配るようお願いします。案内役としてリッケンバックという現地の少女を用意したので、到着次第合流してください。ねえ、グランベル聖教には司教たちを守る護衛部隊テンプルナイツがいるのに、なぜ傭兵を雇うの？テンプルナイツだけでは心もとないということでお声掛けいただいたそうです。何か裏がありそうだな。その通りだ。容赦大司教の立場ならいくらでも騎士団とテンプルナイツを動かせる。ヘンデ校の傭兵団は他派閥にも力を貸すという建前を確認したいのかもしれん。だが我々にそんなことは関係ない。与えられた仕事をこなせばそれでよい。了解です。では行きましょう。大司教様、この村で行う式典は全て終了です。さあ次の場所へ向かいましょう。ああカトリーヌ、ありがとう。ん？ヨルデン伯爵。そうか、傭兵団の団長をしているとは聞いていたが、ヘンデ公爵の施設傭兵団のことであったか。ええ大司教、この旅の護衛も私どもにお任せください。我が派閥に属しながら騎士を辞め、別の派閥で傭兵家業の手伝いか。まあいい。さあ行くぞカトリーヌ。はい。この巡礼の旅が神の教えとは笑わせる。確かに信心は心を照らすものかもしれんが、それは聖教が清廉潔白な神の使いとして信仰を護助する組織であればの話だろうが。団長は容赦大司教の派閥に属していながら聖教のことは快く思っていないようだね。聖教という組織が人民の信奉する教えを利用して政治的な影響力を行使していることを快く思っていないのだろう。それだけかしら。どういう意味だい、ワルターキン。別に、言ってみただけよ。
ロレインが言っていた案内役ってのは君かい？はい、私がリッケンバックです。リッカって呼んでください。早速だがリッカ、どのルートを行ったらいいか教えてくれるか？任せてください。まず聖教の馬車は街道を進んでもらいます。近道もあるけど、館付きでは雪で進めないから、使えるのは私たちくらいかな。街道沿いには山賊が待ち構えているから、なるべく馬車の前に数人は立つように。馬車があそこまで行ったら安心していいと思う。ありがとう、参考になるよ。では街道を先行して賊を排除するぞ。衝撃、敵部隊撃破。了解。了解。避け切れるかな。部隊撃破。こちらは順調だ。次だ。速やかに向かう。了解。心得た。獲物を逃がすな、おえ！追いついたって無駄だよ。部隊撃破。こちらは順調だ。大衝撃。任せてくれ。
れちゃって。了解。了解。速やかに向かう。敵部隊撃破。任せてくれ。速やかに向かう。ここから先には行かせねえ。次から次へと、しつこい男は嫌われるって知らないの？心得た。了解。このまま突っ込む。避け切れるかな。無駄に撃破。撃破した。心得た。今行く。了解。了解。速やかに向か大丈夫だ、リッカ。俺たちなら問題ない。何としても、奴をここで仕留める。え？そんな無茶な。このまま突っ込む。
よく。まだまだ。速やかに向かう。了解。陣形を整えろ。行くぞ。了解。陣形を引きなさい。儀式魔法を使うわ。総員構え。撃て。撃破した。少しはマシになったか。厄介な相手だったな。問題ない。大変だ。団長が撃たれた。何？傭兵団の団長ウズリム・ヨルデンがノーザンフィールドでの任務中に急逝した。原因は山賊の手によるものか。現地の狩人の流れやということで落ち着いたが、ヨーシュア大司教の派閥でありながら正教側の布教を買ったため粛清されたのではないかという憶測も団内では飛び交った。フレドレッド、ワルターキ、イスカリオン、アンドリアズの4人は今後の体制について、4人の合議制をウィリアム・ヘンデ公爵に提案。難航が予想されたが、その提案はすぐに受理された。知能が高く狩りの巧みな魔獣ブルーフォックス、その狩りの巧みさは仲間をも殺す群れの非常さにある。権限が等しい4人の合議制となった新たな傭兵団は、その気高い魔獣の名を冠して勢力を増していく。